今日は横浜自然観察の森に来ています。横浜自然観察の森の案内図です。上り口はこのような感じで階段が続いています。よう、こう、そ、ようこそと看板が立っています。石畳の階段で歩きやすいですが、結構急な坂になっています。自然観察センターの案内板が出ました。これで階段は終わりのようです。自然観察センターの方に向かって歩いていきます。右側の方に建物の屋根が見えたので少し戻ってみました。このような休憩所のようなものがありました。それでは観察センターの方に向かいます。自然観察センター左側です。ここが自然観察センターのようです。自然観察センターの中になります。床の案内のマークが動物の足跡になっています。
それではウグイスの道の方を通って観察小屋の方に行きます。初めて来た場所なのでこの案内板に沿っていきます。とりあえず観察小屋の方に向かいます。先ほど途中に見た広場が門旗町の広場でした。観察小屋右の方に進みます。来る前はもっと山道なのかと思っていましたが、舗装されている道でした。左の道が観察小屋ですが、こちらのウグイスの草地を抜けても行けると思うので、こちらから行きたいと思います。ウグイスの草地はこちらの方でした。結構草が生い茂ってるような感じです。ウグイスの草地は結構思ったより鬱蒼とした林でした。ウグイスの草地はここで終わりのようです。舗装された道に出てきました。ウグイスの草地で分かれ道に入らず舗装した道を来ればこの道に来るようです。
そしてこの舗装された道をこのまま歩いていけば観察小屋に着きます。右側に観察小屋が見えました。今日の最初の目的地です。ここは水木の谷というようです。この看板のようにカワセミが見れるかもしれません。観察小屋からの景色はこのような感じです。池の方から吹いてくる風がとても気持ちいいです。観察小屋では鳥を見ることができませんでした。もう少し先に進んでみます。ここまで歩いて見れた鳥はガビチョウとウグイスの影ぐらいでした。水木の道、立派な木が見えます。今そちらの方に向かって歩いています。水すましの池という池がありました。小川の流れる音も聞こえて、とても景色のいいところです。この辺りがゲンジボタルの谷というようです。
これより先は自然観察の森ではなく、その隣の上郷森の家という別の施設になりますので、ここから戻ります。観察小屋が気になるので、また戻って寄ってみます。帰りに観察小屋に寄りましたが、鳥を見ることはできませんでした。もうお昼になったので帰りたいと思います。バス停の方に行き帰ります。